パリ17区の1パリ17区の 1, パリ,区の1パリの17区は、フランスの首都、パリ市を構成する20の行政区の一つである。第17区、パリ17区とも言う。市の北西部にあり、セーヌ川の北側に位置している。パリの17区は、市の北西部にある、行政区。バティニョールイコールモンソクと呼ばれることもある。セーヌ川の北の地域にある。北から西にかけて、 ペリフェリックに沿う形で市の境界線が敷かれており、北の一部がセーヌサンドニ県に接している他はオードセーヌ県に接している。人口は16万860人、1999年。人口の水位等詳細については口述。しテデフルーのメゾン区の名称は、市の中央部から時計回りに螺旋を描くようにして、 各区に付けられた番号を元にしており、東区は、その17番目に当たることから、17区と名付けられた。17区の主要な施設としては、パレデコングレ、エコールノルマル音楽院、パティニョール公園などのほか、8区、16区との境界に、外線門がある。16区や8区等に接する、西側地域は、一般住宅街、あるいはプッチ高級住宅街とされているが、 セーヌサンドニ県と接する東部地域周辺に差し掛かると18区同様移民等万流の問題に突き当たることとなる。パリ17区の外略図17区はパリの北西部に位置しており芸術の町モンマルトルの丘がある18区の真西にあたる。セーヌ川の北の地域にある。面積は5.67平方キロメートル。北から西にかけて ペリフェリックに沿う形で斜めに、市の境界線が敷かれており、北のやや東寄りでは、セーヌサンド2県の自治体であるサントゥアンに接し、北のやや西寄りから西にかけては、オードセーヌ県の各自治体、北はクリシー、北西はルバロアペレ、西はルイーシュルセーヌに接している。南はシャルルド・ゴール広場伊藤は、同じパリの行政区であるハックに、 伊勢は16区に接している。東は18区に接している。外線門から16区と17区の境界線を走るグランダルメ大通り、そしてラデファンスのナガメビリエ大通り、6月パリ17区のカルチェ小サイズパリの行政区は、それぞれ4つの地区に区分されている。17区を構成する4地区の高度と名称は、次の通りである。17区の人口は、 1954年に23万1987人となり、ピークに達した。しかし、その後は、減少を続け、1999年には、ピーク時の7割程度の16万860人となった。2005年の推計では16万300人と見積もられており、人口のさらなる減少が見込まれている。また、人口の減少とともに、 人口密度も減り続けており、1999年の人口密度はピーク時の7割程度の28,375人となっている。人口の推移の詳細は次の通りである。立セカるのはしばしば2以上の道路が交差する場所に位置し、中心の島を道路が周回するロータリー以上の交差点となっている場合が多い。中心の島部分は オベリスクや緑地等に利用されている場合もある。17区の広場や交差点には次のようなものがある。ありがとうございます。